日本山口県宇部市新天町新天町は、山口県宇部市の地名。新天町1丁目と新天町2丁目がある。住居表示志向地域。郵便番号は755-0029。宇部市の中心市街地に位置する。西側に真面目側、北側に時和町が接する。商業地域となっており、松山町1丁目交差点から、 市役所前交差点までの国道190号の南側の通りに全長約300メートルのアーケード商店街、宇部新店長名店街、宇部郵便局前交差点から新店長内を抜ける恵比寿街という横丁がある。同じ宇部市の中心部にある宇部中央銀店街に比べて規模は小さいが通りの幅は広い。1988年5月に アーケードとカラータイルのリニューアルを行い、その際にハミングラウド新店長の愛称が付けられた。1999年に各店舗のマルシンが経営破綻し、2003年のレッドキャベツ開店までしばらく各店舗のない状態が続いた。しかし、周辺地域に一定の人口が存在したことや、生活用品店が多かったこと、また、市内唯一の百貨店である。 宇部イ屋や地元医療品店の江村上ウ支店が周辺にあったことなどから大きな衰退へはつながらなかった。そのため、かつて市内で最も賑わっていると言われたものの、現在はシャッター通り状態となっている、宇部中央銀店街よりも賑わいがあると言われている。商店主の高齢化で廃業、閉店はあるものの、新規店舗の誘致により一定の商店数は保ち続けている。 2011年8月には街の活性化を目的として、歩行距離でギネス認定されたお化け屋敷、デッド・アー・ライブ、デッド・アー・ライブがオープン、テレビやマスコミで取り上げられ注目されている。1980年代、上市商業近代化計画により、新店長一丁目の外区を一体的に再開発し、図書館や文化施設などが入居する地上9階、 地下1階の複合施設、カルチャープラザを建設する構想が発表されたが、資金面の調整不足のため計画は中止となった。その後1991年にカルチャープラザ計画と、同じ外区に、祖号を各店舗とした地上8階、地下1階の商業棟、地上14階、地下1階のオフィスタワー、地上9階、地下1階の駐車場ビルから構成される。 再開発ビルを建設する構想が示されたが、真面目川対岸の上中央銀店街や、既存百貨店の上井筒屋などが反対し、計画は頓挫した。戦災復興都市計画による土地区画政治事業によって1953年に、誕生した西木町一丁目から六丁目、時和町一丁目から四丁目の各一部より、分離新設された町である。町域内に、 鉄道は引かれていない。こと芝町の JR 西日本こと芝駅が最寄り駅になる。ありがとうございます。